え、今回ここに画面ついてる。あ、ほんまや。あ、でも、ホームケンの話しかないやん、ダンブロージョン。うまいですね。うん。え？うん。曲がりじゃないけど。取り出して。あの、桜やな。あ、ほんまですね。見るだけですね。こっちがちょっとなんか沢の音が深い。なあ、綺麗。なんとも言えん。ああ、お寺。うん。うん、綺麗。さっきの、あれじゃないですか。峠やなって言ったとこじゃないですか、師匠が。もしかしたら。うん。うん。あれかもわかんない。まさに小峠やつ。うん、違いますね。気ぃつけんと。つるっつるって、すってーん、いきそうやな。よいしょ。鎖が出てきました。お、なんかええ感じかも。早速、歩き始めて。ちょっと、若干、邪魔されるとこあるけど、それでも、なかなか。ああ、山頂。ああ、綺麗綺麗。ですかね、やっぱり。ああ。810なってる。ガセか。高木山や。高木や。ああ、大海に見えてますやん。うん、雪かぶってる。ああ。見えへんけど。こっちが三条ヶ岳やって。ねえ。え、ほんだら、あれが高見か。手前のその、うん、これやね。あれしかないよな。割ととんがってそうなの。見え方によったら、えら見方によったら違うねんな。
あの一番左の。あれはそうですよね。はい、この図で言うと。そうかそうか。中身。結構これ三条ヶ岳とあっちなんて。うん。薄いから分かれへん。分かんないですね、ちょっと。うん、佐々木、ちょっと帰らないと、すでに。そうじゃない。大丈夫。花。あの独特な葉っぱやね。緑の。うん。はいはい。いやいや、そっちや。あ、そっちから降りれる？これまだこっちも降りてる。あ、そこやね。あ、こっちよ。そこや。よいしょ。うん、一瞬で。あ、気持ちいい。うん。うん。270度。ほんまやな。画角こっちのが、画角はこっちのが広い。あの坊主の山がだいぶ高い。ああ。めっちゃ綺麗。うん。着いた。サブロさん。はあ。これが噂の鎖場。登るの方が楽。はい。そう、だから思ったんですよ。反対がいいかなと思って。反対ルートがいいんかなと思って。葉っぱがあるからよく分かる。滑りますよね。一回滑ったらもう、おじけずに。腰逃げておる。頼りすぎたら、はいはい。あの、明神平の図書と一緒で。ボヨヨン。結構古いですね。うん。これを見いいかな。左。お、咲いてる。何やったっけこれ、黄色いのロウバイ。この若いね。
一周完了。完了でございまーす。終了。まず中華。中華。帰った。うん。あ、もう松あるわ。すごいな、松。松だらけ。どこ行ってたの？中松か？かもね。やっぱり向こうの方が、はい、あ、がいい。横着したらあかんの。下降りなあかん。ああ、ほんまやな。ここいいかも。青空が。青空入りで。あの木がね、うんうん。ああ、ほんまですね。はいはいはい。はいはいはい。あ、あっちの方が青かったな。ああ、うまい、ね、確かに。難しい。うまい。飲まない。うん。はいはい。すごいな、絶壁やな。そうですね、そうですね。それあれですよね、白いのはあれしかないから。でもほんま道があるわ、ここに。そうですね、はい、はい。でも全然上から見たのと違う感じやな。うん。うん、うまい。車で行けすよ。うん、うん。スパーンと。はいはい。神社自体は、あ、寺だ。寺は、これで行く。まあでも、ここが一番。うん。桜、うん、桜咲いて開けるんじゃん。ね、ね。こ、う、れ、ん、この辺、こ、小屋でいい。500円とか言われてた。いいやろな。確かに。ゴール映ってるように思うやけど、映ってんやろな。ちっちゃいが見えんわ。はい、終了。はい。